欲しいまま突き進め、yeah. 厚みによく聞け、砂漠の髪の名も語れ、食いしばれよ、胸の奥が熱く震え出したらストップ、破滅まで行くぜ、レッドウィアーテンシオ、今こそ強く立ち上がれ、悲しいヒストリー埋もれるビクトリー、それらのスティーリー明日に確かなものなんて何もないから、この瞬間も生き抜くことが一分だけのミッション、少しは。私は大丈夫よ。いつもすまないね。もう、ぶっ飛んでくるな。お父さん。大丈夫、お父さん。本当にすまん。わしが。それは言わない約束でしょ、のりこ。お父さん、のりこ。お父さん、のりこ。お父さん。近代文明崩壊後数百年、関東大砂漠、弱肉強食のこの世界では、勝った者が正義なのである。そしてこの戦いに勝った者は、妖怪と呼ばれ恐れられている。砂漠の便利屋、その名も、そして、これが、とどめだ！またつまらぬものを撃ってしまった。なんでに貴様、もしや、あの、女絡みじゃなきゃ楽勝なんだけどね。しかし、ありゃいい母音だった。お、いいかいか、女絡みの仕事は金輪際無視、完全に無視。特に胸のでかい女は要注意だ。今度からは清純で枯れた。吹いてあげるボケが。ただしゆっくりとだぞ。ビビってんのかお前。いいから早く手を出しやがれ。兄ちゃん、こいつ声も出せないでやんの。へっ、格好だけかよ。ああ、全部置いていけない。あいつらもう終わりだね。折り立て屋の中でも、やつはめちゃすご腕だ。やつの手が動いたと、金どころか魂すら取り立てられると聞く。おお、手を出せばいいんだな。え？ああ、おとなしく言うことを聞けば命までは取れはしない。なんじゃこれ。糸、この野郎。手は出したが次はどうするのかな。
魂も取り立てるってな、プライドをズタズタにするってことだったのに。手間賃代わりだ。こそこそ見てると思ったら、これはこれは有名な砂坊主とはね。あら、気づいてた。さすが雨雲、面識はねえはずだけど。砂坊主ったら関東ではほんのちょっとは話題になってるからな。あんたのやり方は見せてもらったよ。関東のごく狭い地域でのナンバーワンの取り立て屋の腕を。俺も見てみたいもんだ。弱い者いじめをして名を上げる巧みなテクニックを。機会さえあれば身をもって知ることができるでしょ。はっ。あ、おい。まあ、そのうちな、急ぎの用があるんでね。へえ、そりゃ残念。朝から嫌な奴に会っちゃったな。今日はついてねえ。あ、じー、キンチ。ああ、随分早かったね。それより次の仕事は。ああ、ちょっと待ってね。母ちゃん腹減った。あったあった。第22給水所ね。そこに小池和夫さんって人がいるんだけどさ、その小池さんから滞ってる借金の取り立てを頼みたいって赤潮金融からの依頼。29の3って、ここかな。ああ、こりゃ貧しい。かんちゃん、小池和夫さんいますか。ああ。なんだおめえ、小池さんの知り合いだったの。俺の知り合いにはこんな丸けてみそばらしい貧乏人はいない。しかし、取り立て屋のあんたがいるってことは、ひょっとして。借金の取り立てに決まってんだろう。小池さんが南オアシスの大潮金融から金を借りてな、今日がその返済日ってわけだ。ところが、困ったことに金は一銭もないと来てる。まじゃ、厄介なことに。あ、ところで、便利屋がこんなところに何の用だ。おい、このじじい、てめえ二箇所の用心つまみやがったな、この。あんたが赤潮から借りた金、返してもらおうか。なに赤潮の返済日も今日だ。南と西同じ日を返済日にするなんざ、いい根性さんじゃねえか。出せ、今すぐ出し上がり。こら、ちょっと待て。俺が先に来たんだぞ。知るか、先に取り返した方の勝ちだ。なんだと。それこそ諦めて帰れる。できるか見せろ。やさにしてんだよ。早い者勝ちなんだろうか。き、見事に何もない。しかも臭い、臭すぎる。すみません、こんな体なもんで満足に働くことも。小池さんよ、この無法地帯でなんで金貸しなんて商売が成り立っているかお分かりですか。いえ、俺たちはね、どんな障害があろうと、どんな抵抗を受けようと債務者を探し出し、生きたまま捕らえる。そう、俺たちみたいなプロの取り立て屋がいるからですよ。そしてどんな手段を使っても貸した金は必ず返してもらいます。仕事は必ずやり遂げるってんで評判取ってんで、ジジイだろうが病人だろうが容赦しないぞ。お父さん、
大美人、ちょっと誇りっぽいけど。あんたたち、お父さんに何を。なるほど、病気の父親に代わってあんたが働いてたってわけかい。すみません、返済日は分かっていたのですが。しかし女の細腕じゃあの金額は無理があんだろう。はい、身を粉にして必死に働いていたのですが、やっと見つけた印刷工場の仕事も、そこのご主人が盗賊に殺されてしまい、お給金の支払いが滞ってしまい、荷物運びの仕事も、女の私には長続きしなくて、やっと見つけた内職も、だって私不器用なんです。すまないのりこ、わしが不甲斐ないばっかりに。お父さん大丈夫？お父さんが悪いんじゃない、みんな病気のせいなんだから。いや、わしがみんな悪いんじゃ、母さんも。お父さんから、それは言わない約束でしょう。のりこ、心配しないで、二人で頑張りましょう。あらあら、もうやだわ、お父さんから、お客さんの前で。赤潮の方は言えば10日くらいは。待ってくれるかも。本当？多分。なんで？別に。嘘だ、とんだアマちゃんだぜとか、女の色化に迷いやがってとか思ったに違いねえ。だってしょうがないじゃん、ぶったたいたって何も出ないよ、この家は。そいつはどうかな。この娘がいる。あ、のりこ、のりこさんに何をする、この野郎。やっ、大丈夫ですかお父さん。え、貧しく誇りに汚れてはいても、優しく清らかな心にふさわしい美しい容姿、この娘なら高く売れるだろう。ああ、そんなやり方もあったね。って違う、てめえ血も涙もねえのか。ないね。では聞けば、お前はどうやってこの貧乏親子から金を取るつもりなんだ。お前が言った通り、この家には何もない、金になるのはこの娘だけだ。この娘を売らずにどうやって借金の取り立てをするつもりだ。受けた仕事はやり遂げるってんで評判取ってんだろう。よし、わかった、のりこさんを売ろう。ただし買うのは俺で。したがって赤潮ローンの借金分しか払わん。南の方はてめえとジジイでなんとかしね。バカかこいつ、もう話し合っても無駄なようだな。勝った方がのりこさんを取る、負けた方は別の取り立て方法を考える。いいね、生きていればな。もう一つ言っておくが、のりこさんをお前のよからぬ趣味の犠牲にはさせないよ。人の趣味に口出ししないでもらいたい。なんだなんだ、おい大変だよ。きっとだ、それもあの雨雲と砂坊主が殺さらすんだ。それが本当ながら大変なことだべさ。何でも小池さんとこの娘さんを取り合うんだとさ。はあ、妖怪と死神。ジョロ？こんなところに。キャツラを戦わせてはいかん。キャツラが戦えば、コンムラ吹き飛んでしまう。どこからともなく現れて、誰とも知れず去ってゆく。空を飛ぶ、地に潜り、人
人を惑わしバカにしてまんまと仕事終わらせる砂漠の妖怪砂坊主皆まで言うな。砂嵐も何のその狙った獲物は逃がさない。逃げた債務者捕まえて一切合切何もかも魂抜かれて哀れな廃人ただのゴミまさに死神取り立てに随分人気者だな。おめえもな。奴の凄腕は本物だ。だが基本的には俺と同じ小細工は。バカ相手の適当なトリックは通用しねえ。精神は腐ってるが、ただの偶然で有名にはなれない。それに奴には手の内を見られている。この戦い、めちゃくちゃ大変なことになるかもしれない。慎重になりすぎて、こんなみっともねえ消耗戦になっちまうとは。弾がもったいない。おじいちゃん、ダメじゃない、また勝手に出歩いちゃう。陽子さん、今日の昼はまだかの。ガキ食べたばっかりでしょ。帰りますよ。さあ、どうからそんな銃を。弾がなくなって銃で撃ち合いとはますますみっともねえ。ならら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 いい加減にしろこの野郎。もう勘弁ならねえ。のりこさんは俺のもんだ。死ねえこの色ボケ野郎が。そろそろ夕飯の時間だべや。帰ろ帰ろ。天雲さんよ、パンチの威力落ちてんじゃねえのか。へえ、おめえこそ足元ふらついてんじゃねえか。くっ、ようやく見つけたぜ、アマグモ。今朝の借りは返す。ようやく見つけたぜ、砂坊主。今朝の借りを返してもらうぜ。返してもらうぜ。おお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 
兄ちゃん、どうしたの？坊主、おめえもな。少し休んだら続きだぞ。借用書2通ゲット。もうお父さんたらいつも返済日をお母さんの命日にするんだから。でも今回はそれがラッキーだったわね。片方が色ボケ野郎だったんで、まんまと潰し合ってくれたわね。お母ちゃんがわしらを守ってくれたんだよ。もうまたトマトジュースで服を汚さないでよ。借用書は燃やして借金はなくなったことになったし、今度はどこで金を借りようかね。あらあら、また新しい服買ってくださいね。ああ、やっぱあれだね、生きてくってことは大変だね。ほんと大変大変。関東大砂漠、弱肉強食のこの世界では勝った者こそが正義なのである。負けた者はバカであり、ゴミであり、悪なのである。男も女も老人もアホもクズも全開で生きていた。とほほ。ぼんや二つ、大きいぼんもう一つ、風に揺れるカッパ、おっと日傘を忘れちゃなんね。奴の腹は真っ黒さ、奴の腹は真っ黒さ。ウィンチェスター持たせたら砂ポーズ。今日も走る砂漠の中に、いろんな仕事をしてくれたけど、明日もかける。ボインちゃんをゲットするまで、ボインちゃんをゲットするまで、ボインちゃんをゲットするまで、命をかけて突っ走る。よっ、砂漠の妖怪スナボーズだ。次回のボインも。え、次回ボインないの？だったらどうする？やだ、ボインないと嫌なの。スナボーズ破れたり。次回のスナボーズ、戦車とマシンガン。見逃したら借金踏み倒しよ。